別校が使われたラデンザ皿長崎漆器は長崎県で作られる漆器である。江戸時代に壁に装飾された当地漆器は多く輸出された。輸出漆器に付けられた長崎ラデンの名は当地から輸出されたことに由来する。長崎が経路裏と言われた頃に周辺の工渉たちの間で副業として作られていた。はっきりするのは天正十五年に 豊臣秀吉が九州を平定した時、各地の工芸士が長崎に移り住み制作したという。慶長5年に中国との貿易が許されると、国内外の湿気需要が高まり、現那3年頃に平戸在住の中国人と西洋人の取引に応じて生産されていた。現那年間に生島富七が中国人より螺鈿の方法を教わり、それを彼らの注文に応えて制作したのが、 長崎螺鈿とされる。また、現下九年には、青貝の技法も伝えられ、この技法は大いに進歩し、また、貿易もそれに影響し、長崎漆器は発展した。寛永年間には、銅、小農、雑貨物などとともに、交易の対象になり、漆器の製造は大きく進歩した。享保年間には、追襲、太黒、栗、ロ、金、色巻絵などの技法が伝えられ、 特に追収は陰楼、根付け、工合品、盆に表現されている。強法末期から原文の時期に幕府の例によって中国との貿易船は減少に転じ、伴って漆器の輸出も減り100年続いた漆器産業は衰退し始めた。明和年間には取引において漆器は雑貨物の範疇に入り長崎の人口減少も影響し、 漆器産業は加工したが、高価年間では、貿易が回復を見せて、漆器生産も、タクシ、タンス、棚、などと多くなり、青貝や薪絵が用いられた長崎漆器は輸出品の中でも特別なものであった。一時の衰退もこの頃には挽回しており、年製造工は30万両以上に達した。しかし、安政五年に幕府と各国との条約が締結されると、 日本各地で製造された湿器を長崎が独占で輸出していた状態が解消し各産地との競争状態に入った。明治になると日清戦争の影響、物品の高騰に伴う賃上げ要求が重なり、湿器業に携わるものが非常に少なくなった。湿器協議会の視察などが試みられたものの戦後の国内需要に応じて各地の湿器生産数は増加した反面、 長崎漆器の生産数は減少し続け、1903年には輸出最小額となった。輸出漆器につけられた長崎ラデンの名は、当地から輸出されたことに由来する。主に、京都の輸出業者笹谷が発注し、牧江前世であった時から18世紀までに、アワビの渦貝を利用して、1780年より、およそ20年間制作された。 19世紀以降は裏側に染色したラデンをよく利用した。ありがとうございます。